ウゲスト。ちょっと距離としてはもったいない落とし方ですね。まだちょっと有利ぐらいの状況だったので、発火はしたくなかったんじゃないかなと思います。やはりああいった状況、どこまで耐えられるか、持ちこたえられるかっていうのが、まあ、勝負の分かれ道になるので、そこで少しだけ甘えてしまったのを、デルタは見逃しませんでしたね。さあ、ここには真ん中、1列目がちょっとめんどくさいですね。この紫ゾロはどうにかしたいですね。紫の2連結ですね。こう、あんまり、とがめられないようにしたいところ。さあ、聖地シフトして打ちましたね。さあ、デルタは、青を、右から打つしかないか。青をうまく絡めて発火までは行きたかったと思うんですが、さあ、青は乗っていないので、これは本当ですね。一気に青を乗っていく対応っていうのも、さあ、本当はここで打ちたくなかったのかな。もうちょっと足してから打ちたかったんじゃないかなとは思いますが、まあ、ここには捨てたくない。まあ、ただ、一応、帰る量はありそうですね。ルーゲンさん。帰る量はありそうですが、セカンド次第。いやー、いいですね。縦にセカンドを組んでいって、高さを出していきましたね。もう、ホシップ用まで届かせるように、高さを出したデルタのこのセカンド、素晴らしいですね。さあ、セカンド打てず、その後、カウンターを組みに行ったピコニアですが、ここは成立せずの。ツボの回転速度を上げるために、時間がないときは、もう、そして伸ばし、お互い素晴らしかったんですが、その後ですね、まあ、ちょっとピコニア、打たせるところまではうまくいったんですが、その後が続かなかったですね。さあ、10対10、同点。同点ですが、まあ、お互い本戦の構築、見てる感じ、悪くないですね。なので、まあ、全然どうなる。ここから本当に勝負っていう感じですね。さあ、1列ダブルに対して、紫打ってしまったか、ちょっとこれ、打ちたくなかったですね。そうすると、時間がいっぱいあるので、まあ、青派。緑ハッカー、まあ、本当は緑に行ってほしかったですね、デルタとしては。これが大きく崩して、本線やってしまったので、あとは打つだけいいですね。最短のルートで打ちましたね。黄色ハッカーもあったんですが、そこから打つよりも下から打った方が、勝率が高いと。手の差は2人になったので。さあ、10連鎖。まだ可能性はあるか？青ハッカーにすればプラス1連だったか。ただ、あ、いや、ただこれ、あ、そうですね、青ハッカーにすればプラス1連だね、デルタ。さあ、ただ、8連鎖ダブルで青を回収しているので、返すところまで持ってきましたね。素晴らしいですね。まあ、ちぎりがない分、もう打ち消しの回収の方が良かった。さあ、ただこれはまあセカンドでしっかりと取られることができましたね。まあ、これは、これとしては、ちょっとラッキーな感じというか、まあ、デルタに緑が来なかったっていうのが、